フィルムにこだわったんですよね今回。そのアリギリギリまで迷いましたけどね、うん、なんか、うん、なぜゆえにそのフィルムにしようと思ったんですか。やっぱりそのテストをした時のあのちょっとしたざらつきとかが非常に人間味がやっぱりどっちもいいんですよ。あのデジタルももうハイクオリティなので遜色ないんですけど、あのちょっとしたざらつき、あのデジタルの方が多分綺麗なんですよ、うん、でもそのざらつきという意味で人間っぽさということでフィルムは多分もうやれないと思うんですけど、だったらこれを最後に。俳優的にはね、フィルムになったら本当にミスできないじゃないですか。そうですね。でも全くミスしてないので、ミスこっちなんですよ。なんですよ。いつももう本当に若いスタッフがフィルム慣れてないっていう。そうなんです。今どうしても本当にね、なんかこう世代の違いを年々感じる、ね。そう感じる。もう膝から崩れ落ちそうになる瞬間が何度かあって。でもね、彼らも一生懸命やってるんですけど、やっぱりフィルムを経験してきてないっていう、だからまあいい経験になったかなっていう、うん、なってるといいなっていう、一回でもやれると